腐ってしまってる、傷んでしまってる苗っていうのはもう触っただけでもポロポロって取れてしまったりとか、あとひっくり返してみると幹が黒くなっていたりとか、そういう違いがあります。はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、Tシャツが、やっぱり塩が、汗塩が、すいません、申し訳ないです、汚くて。今ちょうどね、うん、雨が降る前に撮影と思ったら、本当ちょうど降ってきてしまって。なんかね、1時間ぐらい前からゴロゴロなってて、絶対細く撮ろうが早く撮ろうが、撮り始めた時雨降るんだろうなと思ったら、本当に。この撮り始めたタイミングで降り出しました。大きい声で喋りますが、はい、聞こえづらかったら申し訳ございません、はいはい、一応告知として明日からお買い物マラソンが始まります、うん、なんですが今日本当は商品紹介したかったんですが、うん、雨で音が聞こえないって嫌なので、うん、明日ゆっくりさせていただきます、はいはい、ただね明日から始まるっていうんだけね。そうです、始まります、うん、予告だけはしておきます、はいはい、楽しみにしていてください、はい、今日ちょっと質問があったのとアイオニウム発送を始めているんですが、うん、1個アイオニウムこの絵に関して乾燥の途中で葉っぱが外葉がちょっとね形が取れてしまっているものもあります。若干こんな形でいびつなものもありますが成長に問題はありませんので根が活着ちゃんと根がつくまでの間に外葉結構枯れ込ませてしまいます。で枯れ込ませながら新芽の展開もしていくのでその時にパンとこう張り出してくれるのでそんな心配しないでください、はい、それからあと若干縦に曲がってもう輸入の時からこんな状態で曲がってるものもあります、はい、で曲がってるものに関しては自分ではこういう向きで植えてもいいと思うんだけど今の段階だったらこの向きで植えちゃっても全然大丈夫です、うん、上にだんだん立ち上がっていってくれます、はい、この辺なのですぐ矯正が効くのですぐ上に向かっていってくれるのでこの状態で植え付けちゃっても全然 OK です。で今週末ぐらいから結構気温が下がってくるのでもう今週末ぐらいに届いてから植え付けちゃって大丈夫です、はい、で植え付けちゃって水やり開始してみてください。そうすると根がもうどんどん出てきてくれます、はい、もうこのハウスの中のアイオニウムもどんどん新芽が展開してきてるので、うん、休眠から開けてる様子が伺えます、はい、なので関東地方よりも北の方はもう全然大丈夫だと思うので南の方今自分で持ってるアイオニウムがもう休眠から冷めたなって思ったらもう水やりを開始してしまっているなので届いた苗に関しても、届いてから植え付けて水やりをするのは自分の持ってるアイオニウムを基準にしてみてください、はい、もう中心が生き生きしてきたりあとアイオニウム自体が開いてきてたりすればもう休眠から芽を覚ましているのでもう水やり開始してどんどんスタートしても大丈夫です。はい、そこだけちょっとお知らせです。あとそれから、はい、もう輸入した段階でアイオニウムの葉っぱ自体にちょっとすねがついてるものがあってでアイオニウムの葉っぱってちょっとペタペタしてるので砂が取れてない状態のものもあります。でも虫じゃなくて砂なので水やりするときに葉っぱも一緒に流してあげてください。砂が落ちるので今ちょっと発送する前の段階で水で流してしまうとまた湿気になってしまうので水で流しませんのでそのまま若干砂っぽいものもありますが若干で大量についてるわけじゃないので、うん、そういうものは虫じゃないので心配しないでください。はい、はい、それからねやっぱりね乾燥とともに葉先がちょっとだけこうチリチリしてるものもあるんだけどチリチリしてても根元がまだ若々しければ取らないでください。葉っぱは取ってしまうとやっぱりこう発根までの栄養分が少なくなってしまうので必ずねチリチリしててもつけた状態で植え付けて新芽が展開するのを待ってあげてください、はい、ねどうしてもエケベリアよりも全然薄葉なので葉っぱの乾燥がすごく早いです、うん、ただ腐ってるわけでも何でもないのでそこは心配しないでください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ねちょっと質問があってこれ結構よくいただく質問なんですが、うん、エケベリアって太陽に当てれば当てるほど、うん、粉白い粉、うん、全く粉がない品種以外はどんどん粉を吹いてくれます、うん、で、まあ、そんなにこれ粉がない品種なんだけど、うん太陽に当たってないこの葉の付け根、うん、こういう中の付け根のこの部分ってちょっとあんま開くとかわいそうなんだけど粉がついてないの分かります、うん、で抜き苗の状態だと結構シワシワしてキューッとこうなってねエケベリアってその粉がついてない状態の部分がこうよく開くと
半透明に見えて腐ってるように見えてしまうんですが、うん、腐ってるわけじゃないので、うん、そこはね葉を取ったりとかしなくて大丈夫です、はい、で吸水して太陽にしっかり当てているとパンとこう張ってきて白い粉どんどんついてきます、うん、で吸水してない状態だとやっぱり葉っぱが柔らかいので傷んで柔らかいのかそれとも水が抜けて柔らかいのかっていうのがあんまり育て始めたばかりの方って分かりづらいと思うんですが、うん、腐ってしまってる傷んでしまってる苗っていうのはもう触っただけでもポロポロって取れてしまったりとかあとひっくり返してみると幹が黒くなっていたりとかそういう違いがあります、うん、でどうしても日が当たらないところっていうのは粉がついてきてくれません。で日が当たらないっていうのはやっぱりこの葉がこう重なってるこの付け根の部分、うん、柔らかいとピンって開いて見えるんだけど今硬いから見えないんだけどこのつけつながってる部分っていうのは粉がどうしてもつかないです、うん、なので葉っぱ本来の粉が取れた時の色が見えるんだけどそれが半透明に見えるんだよね、うん、で腐ってるように見えるけど腐ってるわけじゃないのでそこ心配してカットしたりとか葉をもいだりしないでください、はい、水を吸うとバンとなって開けなくなって見えなくなるけどそこ腐ってるわけじゃないので心配しないようにしてください、はい、太陽に当てれば当てるほど白い粉が吹いてきて当たってない部分ほど白い粉が吹かないので半透明に見えますでも健全ですので大丈夫ですので心配しないでください、はいはい、ちょっとねそれをね心配して葉っぱをもいちゃったっていう方もいらっしゃったので、うん、そこはね傷んでるわけじゃないので全然安心してくださいはい、はい、そんなことかな、はい、であともう一つだけお知らせがあります、はい今日ちょっと雨なので早回しで言っちゃうんですけど、うん、21日の土曜日って言ってたかな、うん、だよねもんちゃん、うん、妹のスマイルボビンズさんが可愛い刺繍タイプの多肉柄の、お財布みたいな感じなのとか、うん、バッグとか、うん、いろいろ販売するそうです、はい、で一応今日投稿の方から、スマイルボビンズさんのリンクつけて投稿で商品紹介しておきましたので、うん、21日だよね21日そうだよね21日21時から21日だね、うん、21日の21時からそう9月21日土曜日の21時、ね、2121で販売開始するそうです、うんはい、今回刺繍のものを販売するのは初めてのようで、うん、ちょっと動画で流してね うん、この辺でね、うん、流してね、はい、刺繍で多肉を再現しています、うん、すっごい可愛いなと思って、うん、ねぜひよろしくお願いしますちょっと自分でも欲しいからちょっと頼もうかなと思ってます、はい、小銭入れが超可愛いなと思ってめっちゃ可愛いよね、うん、ねぜひよろしくお願いしますはいはい、数量限定だそうですので、はい、お早めによろしくお願いします。はい。はい。なんか質問があった？さコメント欄に、うん、その質問の前にね、本当にね、いろいろ皆様からパワーをいただいちゃって、うん、あよかったね。うん、じゃあ心細くないね。お見舞い行かなくても平気だね。そういうこと言う？はい。まああとね、質問とかもあるんで、はい、ちょっとそういうのをお答えしたいと思うんですけど、はい、教えてほしいことがあります。はいこの夏はだいぶやられました、うん、そんな中でおらい山内のひな祭りなんですが、うん、全体的にある時急に紫色に変色したんです、うん、先に親株がそうなりその後しばらくして別の鉢の子供も同じ状態になりダメになりましたこの変色はなぜなんでしょうかそれから鉢底石が半分入れているような鉢は底面、底面給水で水が上がってくるのでしょうかカンテが鉢いっぱいで鉢底石は半分ほど入っています鉢いっぱいで、鉢底石が半分入ってたとしても鉢底石の方まで根が回っていれば底面底面給水でも全然水吸い上げてくれると思います、うん、ただねあんまり吸い上げがどうだろうなただあまり粗いゴツゴツしたようなんだと、うんさすがにその土同士が設置しないから吸い上げないよねあんまり、うん、そうだねいっぱい水入れたところにドボンすれば吸い上げるかもしれない、ねうん、あそうだねその同じぐらいの高さ水位が高ければね、うんうん、鉢底石よりも高めの水位のところまでで鉢底面底面給水してあげれば、うん吸い上げてくれると思います、うんね、ただ一番下にちょっとだけやった場合粗いやつだとね土同士が設置しないから、うん吸い上げるのはかなり厳しいよね。ねそうだね。うん、なのであとは色が紫色になるってどういう状態なんだろうね。不思議だね。
でもみんななっちゃったってことで、違う鉢もね、暑すぎて高温でなんかなっちゃったのかな、だろうね。紫色になったってすごく分かりづらいね。もしあれだったらね、うん、一度写真を見せていただけるとお答えしやすいかなと思います、うん、あの公式 LINE にでも送っていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あとねもう一つね、スプリングワンダー、いつもバラバラと植えてもいつの間にか溶けてなくなっちゃいます。水やりはすぐしない方がいいですか、うん、溶けてなくなっちゃう。芽がつく前はあんまりね、あのザバザバやらない方がいいかもしれないけど、芽が多少出てればもうどんどん吸い上げてくれるから、水やり開始しちゃって大丈夫です。あと置き場所だよね、はい、あんまり直射日光に植え付けてすぐにこうパチパチしたあとすぐに直射日光当ててしまうと、どうしてもね個体が小さいからこう溶けてしまうこともあります、なので風通しいい場所でちょっと管理してあげて様子見てあげるといいと思います、はい、結構ねセダム系がうまく育てられないっていう方って、自分でこう効かせてもらうと水が少ないってことが結構多いんだよね、だからもしくは雨ざらしにして水が多すぎるとか、あと溶けちゃう可能性はあるけど、基本的にセダムって結構水好きなので、寄せ植えとかに入れてあげてもそのセダムが吸水してくれる感じになるので、結構ね水多めで大丈夫です。あとね意外と強い日差しが得意なんじゃないかなって思うんだけど、そこまで強い日差しが得意じゃない。しかもこんだけ暑い時の日差しって結構苦手だったりするので、セダム系は自分ではもう夏の間は伸ばして秋にカットして増やすみたいな木で、あんまり強い日差しにも当てません。もう夏は伸びちゃってもいいっていうぐらいの木でやって、秋に綺麗にカットしてあげて、明るい日陰で管理してあげて、徐々に日に当ててってあげると竹がすごい詰まっていい見た目のものができると思います。水やりした後の管理ちょっと工夫してみるといいかもしれないですね。はい、ね、ちょっともう一つだけいいかな、これね、ちょっと多肉の質問とかではないんだけど、こんばんは、今年はアガベデビューしました、かっこいいですよね、いつかにはいいドライガーデン作ってアガベやエケベリアを自植えするぞって思っています。いい、話は変わりますが、最近ママさんの腕時計気になります、教えてほしいですこれね あれなんだよ、仕事中に手が砂だらけで、いつも携帯を出すのが大変で嫌で、携帯がいつも砂まみれになってて、だからギャラクシーウォッチ、多分ギャラクシーウォッチです。これで電話が出れるので、あと運動は年中してるので、なんか歩いた自分がどのぐらい歩いたとかね、それが分かるだけです。だからおしゃれな時計じゃないんです。それにカバー1500円のカバーつけてるだけです。はい。はい、ただそれだけです。スマートウォッチです。はい、便利です。すごい。ね、はい、皆さんもぜひ健康のために。すごいんだよ、頭いいの、寝た時間とかも全部わかるし、すごいなと思って、面白いよね、でもね電話がここで出られるっていうのが本当に便利です、ね、ちょっと手が汚れてたりとか濡れてたりして携帯触らなくてもポンポンってやって出れるから、なんかすごいなって、ね、自分なんかが高校生ぐらいの時じゃ考えられない、なんか漫画の世界の話みたいだけど、本当だよね、007とかの、すごい、007って何、ジェームスボンド、何知らない、銀河鉄道じゃん、違うまあいいや、それはすごいなって思うよ ね、ね、だからね、ただ あのスマートウォッチです、はい、ね、ちょっとリトープスがね可愛いお花を咲かせてくれてて、まあ、花を咲かせる前のこれがすごい好きなんだよ、ベロがベロってなんかこうベッて出してるみたいでめっちゃ好きでさ、これ黄色ビモン玉、多分持ってる方もいらっしゃると思うんだけど、前ね、ベニオウチ玉とペアで販売したのかな、で販売して残ったやつを全部まとめて植えといたんだけど、みんなギュウギュウでパツパツになっちゃって、この黄色ビモン玉って育ててみて思ったんだけど、めちゃくちゃ丈夫、すごい元気な子で丈夫で、どんどんこうやって成長してってくれて、これなんかめり込んじゃってるよ、もう狭くて隣の子がね、このまま可愛いから黄色ビモン玉丼でちょっと育てようかなと思ってます、素焼きの鉢にね入れて、水もエケベリアと同じようにザバザバやっちゃってるのに、溶けることもなくすっごく元気に、今他のリトープスはまだ咲いてないのに、この黄色ビモン玉が一番先に咲き始めた、花の時期もちょっと早い、これだけ、そうなんかね、他の花芽もまだ出してない、ね、
すごい元気に育っています、はい、ね、この皆さんもそろそろね、このベロってこう口からベロが出たみたいな姿見れると思うので、ミニートちゃんたちもちゃんとお花咲かせてくれるので楽しみにしててください、はい、ヘリトープスってこれだよね、こちょこちょしてこうにやってあげるとこれ受粉しちゃうんだよね、自家受粉して種ができちゃいます、はい、こんな感じでこちょこちょこちょってやってあげると花粉がね、手にね、黄色いのがつくんだよね、ちゃんとね、うん、こんな感じで受粉して種がカプセルが出てきてくれるので、そしたら水でね、ふやかして撒いてあげればいいんだよね、うん、今できたらちょうど秋に普通に撒けるじゃん、乾燥するのに時間かかる、乾燥するのに時間かかるかな、そっか、じゃあ全体なんだかんだいつも自家受粉巻きで12月ぐらいになっちゃってる気がする、うん、11月とか、そっか、じゃあもう少し あれだね、前回の取れた種を今の時期に巻く感じだね、巻いちゃうんだよ、もう取れたら、ね、巻いちゃった方が楽しい、あんまりできないんだよね、でも発芽率めっちゃいいからね、ね、自分のところで取れたやつが、うん、ねえ、うん、可愛く育っていますね、皆さんのミニリトちゃんたちもきっと窮屈そうにしてると思うかもしれないので、うん、もしあまりにも窮屈そうだったらそのままごそっと植え替えてちょっと広げてあげると少しね、みんな楽そうになるので、ただこっから脱皮すると少しちっちゃくなるんだよね、そうだね、またね、若干ね、今脱皮前だと中身がパンパンに膨れ上がってる状態だから、うん、すごい窮屈そうに感じるけど、まだ植え替えしなくてもいけるよね、うん、もう少しね、もうワンシーズンこれで過ごさせたいと思います、はい、ね、大雨にまだなってなかった、うん、よかった ね、うん、で明日は商品紹介させていただきますので、はい、本当は今日しようと思ったんだけどね、申し訳ございません、はい、明日楽しみにお待ちください、はい、よろしくお願いします、はい、こんな感じです、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします、ありがとうございます。